はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。 G ジェネレーションジェネシスガンダム戦記ステージ3宇宙への交差、こちらをやっていきたいと思います。ではステージスタートと。宇宙世紀 0081 8月4日1800を過ぎた。しかし北米オーガスタに星が降り注ぐことはなかった。何も起こらない。嘘でしょ。どうして落ちてこない。まさか月の舞台に何か。そんな、こんなことって。まだ信じて戦ってる人たちがいるのに。アイヒマン大佐は何のために。フィリーネ、撤退の信号弾だけは撃っておいてくれ。でもエリク隊長、水天の涙作戦は失敗したんだ。水天の涙作戦、月のマスドライバーを使用したルナチタニウムを含む重金属で組成された大質量弾による地球への直接攻撃。常に月から地上を狙える状況を作ることで、地球連邦政府と交渉の席を設け、スペースノイドの独立を認めさせる計画。インビジブルナイツにはその瞬間が目前に迫ったかに見えた。だが彼らとその同胞たちが地上で奮戦していた頃、月のマスドライバーを占拠するジオン残党は絶望的状況にあった。月面の連邦軍部隊の攻撃により部隊は壊滅。戦力と呼べるものはほとんど残らず、オーガスタ基地での攻防戦の裏側で作戦の要である月からの質量弾発射は事実上不可能な状態に陥っていたのだった。新参をなめ尽くし、生き恥をさらし、ついに今日を迎えたインビジブルナイツだったが、彼らの希望は空から飛来することはなく、全てが無双の中に消えた。そしてタチアナさんも戻ってこない。どうして。来れない事情があるのか、あるいはタチアナが裏切るはずはない。一年戦争終結間際、地球連邦軍へと潜入し、作戦終了後には彼らとの合流を約束していた彼女タチアナ・デイアもまた帰ってくることはなかった。空への交差。まあそりゃね、核兵器で核兵器って言ってるけど、所詮は踊らされていたに過ぎなかった。まあ簡単に言うと大した被害じゃなかったってことでしょう。MP による尋問って何？ MP って何？あれ、ちょっとなんか怪我した跡があるね。
いいね、ペラ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 喋ってくれるよ、このスパイは。そんな正確に狙えるんだ。何があった？月と連絡を取るって、それもまたすごいよね。どういう回線してるんだろう。電波的な問題として出ます。月の舞台は壊滅状態です。それはしょうがない。連邦の力を甘く見すぎていたんだ、君たちは。結構簡単に言うね。宇宙へ行こう、宇宙へ行こうみたいな。そんな簡単に宇宙へ行けるんだ。まあ HLV さえあればね、結構簡単に飛び立つからね。ララピア半島に集結しようとしている HLV 打ち上げ施設。もう20スパイでいいじゃん20スパイに仕立て上げよう。それが一番だ。自動計算プログラム。おお、すごいね。使用施設の7割から8割。そういう空とさ、地球の状況ってよくわかんないけどさ、例えばその月に面している地球の面だったらさ、狙えると思うけどさ、その地球の反対側とかだったらどうするんだろうね。狙えるのかね。地球をくるーっと回ってその質量弾が突入するのかね。まあ、こういうのはね、未だ人類の技術ではできないからね。架空の中でやるしかないんだけどね。アラビア半島アデン基地 HLV 打ち上げ場。だってさ、こんな簡単なさ設備で宇宙へ上がるんだよ。すごくない？プレートが1枚置いてあるだけだよ
あれ、機体がまた変わってる。Gラインアサルトアーマー装備、しかもロブが乗ってる。こいつがじゃあ一番格が高いのかな。カマルクマルが一番しょぼいからね自分も新型で戦いたいですよ。それが切実なる願いだよ。そうか、こいつはこんなんだから新型を回してもらえないんだな。空気を読むことは大切だな。お、超怪しい個室こんな怪しいやつ誰かが内通者として潜伏していたのは知っていたと。自分ですとか言われてもさ、こんな怪しいやつについていきたくねえよだね。こういうのってさ、監視カメラみたいなのついてないの？監視カメラを切ったら切ったでさ、絶対怪しまれるしさ、警備体制がどうなってんだかわからん。今回は一貫して連邦だね。宇宙へ持って行っても役には立たん。やっぱ地上用か。おお、このザクワンも宇宙で活躍するのかな。発射まではあと7ターン。
もうメンツがだいぶ変わったね。元からいた人はみんないなくなってしまったよ。ここはもういきなり出撃だね。で、基本的には全員地上用にはしてあるんで、このままで大丈夫ですね。7体内に全て撃破で、6体内に撃破しろと。ってことはまた速攻でいくか。一番後ろがこっから先伸びそうだな、地形が何かがちらっと見えている。おお、こっちがフィービー届く。こうやって見るとすげえ射程だよねここの統治家がここから当たるっていうの。じゃあ多分こっちも当たるのかな。当たるねここはブライトさんにお任せするか。どうしようかな。もう一ターンちょっとこのままでいくか。ジムコマンドがね、やっぱり機動力が少ないからな。対空攻撃でいいでしょう。それなりに減らせられると思うんだよね。それなりに減ってくれればもうあとは普通のモビルスーツで倒せるから。当ててくるね。ただトーチが狙ってきたか。どうしてお前たちは戦い続けるんだ。すげえいっぱいいるな。あと6ターン。まずはそう、結局フェニックスガンダムに戻って、フェニックスガンダムだったら1機用意しておけば地上用でも宇宙でもちょっと使えなかった時に出せるんで。よし、レベルアップ。あとはフェザーファネル。フェザーファネルっていくつ。16だったら13のビームライフルの方がいいかな。でこっからザンジバルを動かしてグループ攻撃で倒せるかな。だいたい数値くらいのダメージしか出ないね。9800の攻撃力って言ったらかなり強そうなイメージがあるけど。連達このザクをどうするか。ケンプファーか。そうか、ケンプファー新しく作ったんだよね。てかビームライフルとかでさ、ザク一撃で倒せるのかな。全然余裕だった。あとは下の部隊。やっぱりガンダムだよな。ガンダムのレベルを上げたいっていうよりはアムロのレベルを上げたいからね。指揮範囲狭すぎでしょう出撃でジオングで、ジオングは一応移動力を上げたんで、移動力さえ上がれば適性が悪くても多少は進めると思うんで。
これはオールレンジ攻撃をしないとダメか。なんだかんだでな、こいつらもまだレベルが一桁だからな。ショルダーキャノン22か。そうだよね、めっちゃ使うんだよね。倒せねえし、トーチカを倒せない。届くかな、ミサイル。届くね、ギリ届くわ。パーフェクトガンダム、こんな驚異的な力はないからな。一応みんなで進んでいこう。ソーラーパネルもね、回復量 5% だからね、せめてちょっと 10% は欲しいよな。すげえ狙ってくんな。トーチカの射程は半端ないな。超強気になればな、トーチカも多分一発で倒せると思うんだけど。あと5ターンってことは、あと4ターンのうちにやらないといけないから、まあ多分大丈夫だとは思うんだよね。やはりフェニックスクラスがないと無双はできないか。で誰を出すか、こっちを出すか。 G04あのガトリング持ちのグフも倒しておきたい。マークギーが20レベルになってなかったんだ。ジムカスタムって移動力あるよな、多分6あるよこれ多分。あれ倒せるか、結構ギリギリだったな。移動力6あるね、さすが次世代のモビルスーツだ。で帰ろう。パーフェクトガンダム一応もう強気ではあるんだ。ショルダーキャノンじゃないと倒せないかな。2連装ビームガン8600、全然当たんねえわやはりここはじゃあホワイトベースを前に出すか。まあ、せっかくだからブライトで倒すか。あれこいつはすぐはいけなくなった戦艦が邪魔でいけねえな。ここの段差を超えられないからね、モビルスーツでは。一応 HLV 一回突っついとくか。貫通かメガビームキャノン。ピンポイントとかあんの適当にやったんだけどさ。てかさ、この HMV に誰か乗ってなかったっけエリックとか。あれ別の HLV？完全に破壊しちゃったけどさ、もういいや、何も言ってこないから。トーチか、こっから狙ってくんのかよ。どんだけ射程長いんだよ。あと4ターン。ここはもう一回ここだな。一旦帰ってパーフェクトガンダム一回下げるか。でここまで来て、あんまりね戦艦をね変なとこに置くとね出撃できない恐れがあるからね。おお、ブライトって
結構強気になるな。気性が荒いのかな。アムロを殴ったことによって気性が荒くなったのかな。でも戦艦に乗ってれば上がりやすくなるのかな。これミサイルでいいでしょう。クリティカルが出ても8000か。戦艦はね、4ずつ上がっていくっていうのがいいよね。おお、テンションアップ。倒せるか。ドム。ギリ倒せない。あと3ターン。ま、このまま突っ走っていくか。こことかに行くとさ、多分出撃に支障が出てくるんだよね。ここら辺にしとく。で、耐久射撃でこいつを倒す。で、ホワイトベースもちょっとこっちに寄って耐久射撃でこいつを倒す。そっからまあチャレンジがあと2ターンなんだからね。まあフェニックスランダムがいれば1ターンで蹴りがつくから、こいつはザクマンスナイパータイプで倒そう。6700か。帰ろう。スナイパーがちょろって出てきて去っていくっていう。あれ、あいつ移動力5か。少し遅れてる感じがすんな。アサルト装備、あ、6あるか。立ちはだかってくるね、こいつら。うわー、食らってしまったー。テンション下がるわー。ブライトさんのテンションまた上げていかなくては。うわ、対空、対空はね、食らうとさすがにきついんだよね。あと2ターン。ま、ここで決着をつけるか。とりあえずフェニックスガンダム出そう。フェザーファンネル、あー、あるんだね、ここがピンポイントなっての。ホットプレートだけが残る。フェザーファンネルとすげえな、やっぱり。よし、破壊を確認。稼働停止っていうか破壊しただろう。ん、まだ隠れ HLV があるってこと。おお、これは豪華なホットプレートだ。地下施設から HLV が出てきた。なるほど、それで分からなかったのか。
いやもうこの距離は遠いよ。イフリートナフト、しかし奴ではない。おそらくあと5ターンだって。結構あるねなんかすぐ発射するのかと思ったらそうでもなかった。そして奥の手のモビルスーツを出してきたか。うお、ザメルではないか。こんなものを持っていたとは。ヒットポイント高っ。体長期24,300とかめちゃ強えな。もうイフリートナハトなんてさ赤子同然でしょこんなん。3機あったら。じゃあまずはここの掃除からしていくか。とりあえずガルバルディ、まあ5ターンもね意外に長いからね。敵さえ近くにいればすぐ殲滅できるんで。ケンプパー上げてこう。4700かー、なんか怖いなー。どう ?3800 とか。そうだねー、この2人のレベルを上げていきたい。でケンプファーは多分バズーカが一番強いんでここら辺に置いとこう。シチュルムファーストとジャイアントバズーカ攻撃力変わんない。まあ射程が違うからシチュルムファーストは2から撃てるから死角がないってことかな。ドムは射程2に潜り込めばそこが死角だったからね。で戦艦を動かしてから帰ろう。お、クルク攻撃できるじゃん。ついでだから統治下1機破壊していくか。いやこれ多分1機しか破壊できないから、ちょうど攻撃力分しか出ないね。やっぱりで下の部隊、これはどうしようかな。アムロで倒せるだけ倒そう。6600とか。パーフェクトガンダムね重いんだよねマジで。アムロの反応速度についてこれんの？重すぎるけど。トーチカを一匹倒したいな。9300ってなんか倒せなさそうだな。9300もうほんとそのまんまだな。ザクアン。スナイパーライフのくせに射程が4しかないっていう。攻撃力だけは一丁前にある。パーフェクト14。待てよ、これ絶対無理だな。フェニックスガンダムここら辺に置いとくか。ザメルとかな、射程めちゃくちゃ長そうだからな。しかもさ隊長機が後ろにいるっていうところがまたやってくれるよね。このザクをどうするか。
激戦ゲルグ、激戦ゲルグはな絶対無理なんだよな。しょうがない、スナイパーライフルで狙い撃つ。帰ろう、こいつはもうマジで防御力が低すぎるからな。どうしようかな、一応進めておくか。ジムコマンドが遅れる、とうとう敷地から出た。こっちか、パーフェクトシューティング、これなら大丈夫だろう。いいね、さすがだ。こいつらまだ動いてこないか。うおー、ダメ、でかすぎでしょ。あと4ターン、ま、こいつらの出番はないな。超強気、アモンドで倒せるかな。これ使わないとダメかな。32ってめっちゃ使うな。ショルダーキャノンでちょっとついてみよう。あー全然大丈夫だ。ただこれでエネルギーをほぼほぼ使い果たしたぞ。じゃあミサイルを当てて、でビームサーベルで倒せばいいんだ。ユニットのレベルがどんどん上がっていくな。ここはガルバルディアルファ。なんかザネルの攻撃食らったらかなりヤバそうなんだけどな。大丈夫かな。攻撃力を上げて、でザメル病を残しとかないといけないかな、捕獲用で。こいつらマジ出番だよな。もうイフリートとかリストどうしようかな。このジムはもうほっとこう、完全にほっとこう、いらん。フェニックスガンダムがこのドームを倒して、で後ろのザメルをファンネルで破壊しよう。こいつ表に出てくるまでめちゃくちゃ時間かかりそうだからな。フェザーファンネルだな。24,000、当たるかどうか。悪いが、ここで決着をつけさせてもらうぜ。うわー無理だったか。もらった、無駄だ。これさ回避シーン本当テレビだよな。ダメだった、無理だ。これでも届かないよね、全然届かねえわ。いやさすがだなザメルは。これを回避して、先にどっちが動くんだっけ。隊長が動いてくれれば。攻撃してこねえし、しかもあと3ターン。うおーめっちゃテンションが下がったけど、君には消えてもらおう。どん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 レベルが上がってくね。
で、もういいや。どうせこいつらしかいないからサルベージしよう。邪魔だし、でかすぎて。で、敵としてはあと2体か。これさ、普通にさ、間に合わなくね。ユーブクーロとか。というわけで倒しちゃうか。じゃあしょうがないから、9800、パーフェクトガンダムのパーフェクトシューティング4から9か。1234、ちょっとね、これさ、射程の外からとかだとさ、命中率わかんのかな。さっき射程の外だったっけ。まあいいや。なんだ、最後の悪あがきをするのか。じゃあとっとと破壊しちゃおう。超ピンポイント。しかも今さ、エリキが乗ってなかったの、 HLV に。カウントダウンが止まった。ん？基地が揺れてんの？基地の崩壊が始まっている。ああ、なるほどね。自爆させたってわけか。てかさ、よくここまで来たよね。どうやってここまで突破してきたんだよ。強制射出にロックがかかっている。いや、だからロックがかかってるんだって聞いてたの、お前。これさ、こんな近くにいるけどさ、モビルスーツ大丈夫なの？おーおーおーおい。あれ、こうやって基地が爆発したってこと？機体が爆発したってこと？機体だよな、こうやって叫んでんだから。ロブとマオ。捕獲はザメルだな。1体いればいいでしょう。2万円か。フェニックスガンダムってもうこれしかないんだよね。じゃあフェニックスガンダムのままでいいな。あとはガルバルディか。
ガルバルディベータがつけれるね。このままガルバルディベータにするか。ガンダムはもうこのままパーフェクトガンダムでいくでしょう。でこいつらももうずっとこのまんまだな。基本的にはスナイパーだけ。うわー、ザクワン生産登録されてないな。生産登録だけして変えよう。さすがにザクワンは無理だからね。まあ待機させて、次多分宇宙なんだよな。そうするとブラウブロにでも乗せようかな。またでユニットの設計ができるかな。は特にないですね。はい、というところで、じゃあガンダム戦記のステージ3はこれで終了したいと思います。